入試情報から勉強法まで受験生に役立つ情報を何でも話していきます受験トーク。それでは始めていきましょう。マナビズムの今井です。マナビズムの山下です。こんにちは。こんにちは。さあ本日の質問ですが、はい、金谷先生のなぜと流れが分かる本の後は評価演習書の一問一答部分の暗記で同志社大学まで行けますか。またなぜと流れについてくる CD の使い方がいまいち分かりませんのでそちらも教えてくださいというふうな質問ですね。なるほど。何々でいけますかの質問ですね。まあ明確にじゃあ評価演習完璧にしたらっていうのはあれですけど、まあこれ僕が結構そのコンサルとかやったらやらせるというか生徒にその意識づけさせるために見てもらうのが、一回カンニングしながら過去問を解いてみるっていうやり方よくするんですよ。でまあその結論を言うといけます。同志社大学っていけると別に満点取らなあかんわけちゃうので、評価演習所に載ってへんやつ出てくるやん。それが例えば3問4問ありました、いやそんなん全員落としますから、だから評価演習所の一問一答の部分をしっかり暗記すれば全然問題なくいけます。ただ、そもそもその参考書の覚え方というか、聞かれ方というか、あ同志社の癖みたいなものがあるじゃないですか。同志社大学ってこんなん出るんやなみたいなところの癖を自分で見極めるために、横に評価演習書を置き、横に赤本を置き、こうやって横に照らし合わせながらこう調べてみる。であこの空欄になってるとこだけじゃなくて文の赤文字のところも出てくるやんとか、あこれなんか知らん知識もちょこちょこ出てきそうやなみたいなものを自分がやった過去問に関してしっかり全部やれば、大体あもう評価演習書やったらマックス9割は望めるなと、9割望めるならほぼほぼ完璧にすれば8割5分っていうところを、まあ、目指せるなっていう風な標準の合わせ方になると思うので、その一度自分で確認はしてみてほしいですね。絶対足りるのは足りるんですけど、目標としては同志社のもちろん目指す学部、例えばグローバル系だったら8割5分ぐらいは欲しいですけど、普通の学部だったらそれこそ 80% 7割5分から8割ぐらいを叩いといてくれれば同志社でも全然通るので、同志社だったらちょっと記述があったりだとかっていうところがネックになってくることもあるので、そのただただこう評価演習を回してやって覚えまくるだけじゃなくて、ちゃんとこう書いて書く練習もしないとダメですし、漢字でねっていうところのその癖というか、っていう風な部分と、あとは一問一答部分だけでやって、一番ちょっと怖いのが語句だけを覚えてしまう。なんとなくその難しい語句だけは知ってる。だから例えば漢大の問題でリード文ありで5文からもう選択肢答えを選んでくるような問題で聞かれたら、あここの話の時ってこいつ出てきてた気するからこいつが答えやなみたいな、そのざっくりした感覚、つまり語句だけがある程度入ってたら基本的にできるんですよ、関題とかだったら。でも同志社だったら説明問題があったり、単純なその語彙力だけじゃなくて出来事同士のつながり、いわゆる流れと言われるものが問われる部分もたくさん出てくるので、まあその一問一答の部分だけでやる時でその語句だけを覚えてしまわないように、しっかり評価演習の文全体を読む、っていうところに、まあ、意識を向けてもらえれば評価演習書1冊で十分ですね。なるほど。本当に足りますね、むしろ心配なのは情報量が最初から多いのでちょっとこう逆に入れにくい、覚えにくいっていうふうに思ってしまう可能性もあるので、そういうふうになる人はその同じ東進ブックスから出てる東進の一問一答で語句の暗記レベルをしっかりレベルごとにやるだとか、そういうふうなこう強弱をつけるみたいなところをすれば評価演習書の情報量が入れば本当に簡単だったら満点取れるぐらいの、知識量は入ってるので。そういう風な使い方になるのではないかなと思いますね。あとはそのなぜと流れの CD、 なぜと流れの CD はですね、みんな逆に CD を使うっていうところの意識として、どういう風なそもそもの概念があるかっていうところなんですけど、なんかこう音で聞いた方が覚えれるとか、なんかその講義チックになってて覚えれるみたいな感じなんですけど、このなぜと流れについてくる CD は朗読スタイルなんですよ。例えば「なぜと流れ」っていうところの本文を朗読している金谷先生の声が入ってるやつなんですけど、そこの部分で、そうですね、こう「なぜと流れ」で一回自分で一周してみた、である程度覚えれた、で覚えてるかをチェックしたいな、または通学途中に聞き流しながらなんかこう勝手に覚えていくような感覚で勉強していきたいなっていう時に、一度とりあえず自分で読んでから復習用として使って、もう一回自分で読んでみた時に、あ、こんなん CD で売ってたなっていうのを確認できるっていうのがベストなんで、基本的には「なぜの流れ」だけじゃなくて石川の実況中継にも CD ってついてますし、そういう社会系の CD の使い方は基本的には高速復習用ですね。倍速で聞くように設定したりだとか、そういう風な使い方が一番望ましいのではないかなと。あくまで CD1 冊で勉強するというよりも、しっかりこう自分で一回勉強してからやるのがおすすめかなというふうに思いますね。でもよくありますよね、この評価演習だけで本当に足りるのかみたいなところで、ほんまに僕最初の方言いましたけど、勘違いしたらあかんのは、満点取らんでいいんですよ。なんかこう英単語とかでもよくあるくないですか、その質問としてあるよ、知らん英単語出てくるんで、単語帳2冊目とかもっと難しいのやった方がいいですかみたいな、いやいやみんな分かってへんから、そういう単語大体やった方がいいのは間違いないけど、そんなに時間を割ける暇ないむしろ本番どんだけじゃあやっても分からんやつが出てくる想定の中、ちょっと日本史やったら話しちゃいますけど、例えば英単語やったら類推する練習をしてみるだとか、まあその日本史だったら消去法で選べるような、知らんやつが選択肢に入ってても他の4つのうち他の3つが違うからこれが正解って持っていけるような設問の解き方の練習をするだとか、そういう風な部分の攻め方にはなってくると思うので、少なからず満点取らなあかんわけじゃないから、満点が評価演習1冊だけで取れるかっていったらそんなことはないです。ただ合格できるかは合格できるので、そこは勘違いしないように過去問演習取り組んでいってほしいかなと、大事な考え方思いますね。はい、それぐらいでしょうか。はい、それではこの動画はここまでとさせてもらいます。ありがとうございました。